パンデーロウェブレッスン19です。はい、今日はですね、一拍に3回叩く叩き方で、それの3回目ですね、1個目がタンタタ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 、2個目がタタンタ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 、3個目今日はこうです。タタタン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 。これをリズムパターンにしています。こうなります。これはちょっとね、跳ねるとかっこいいですね。こうなります。はい、このようにちょっと、ファンクなね、感じが出てきます。いろんな、今のこの3つのパターンですね。タンタカ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 タン、この実音をね、入れてあげると、この革の音とか、タパの音ですね、を入れてあげると、とっても分かりやすくなって、すぐリズムパターンができると思います。みんなもなんか考えてみてください。